エカテリーナ宮殿は、サンクトペテルブルク中心部から南東25キロメートルの郊外の秘書地ツアールスコエセローに存在する、ロシア帝国時代のロココ建築の宮殿。宮殿の名前は、ピョートロ大帝の記載でもあった、第二代ロシア皇帝エカテリーナ一世に由来する。エカテリーナが、ドイツの建築家、ヨハン・フリードリヒ・ブラウンスタインを雇って、 夏の秘書用の利休として1717 17年に作らせたのが最初のもので、その後、第4代ロシア皇帝アンナがロシア人建築家に命じ、増築させた。第6代ロシア皇帝となったエリザベータは母のエカテリーナが建築させたものが時代遅れで不便であるとして抜本的に作り直すことを決定し、壮麗、壮大なロココ調建築に入れ替えるよう、 すでに冬宮殿建設に関わっていた宮廷付建築家バルトロメオラストレッリに命じた。建設は1752年5月から4年の歳月を費やし、1756年7月30日に全長325メートルの現行規模の宮殿が完成した。エカテリーナ宮殿とりわけ、琥珀の間が有名である。琥珀は、 第二次世界大戦のレニングラード包囲戦中にドイツ軍に持ち去られたが1979年から始まった復元作業により2003年に完全に復元された。1791年、日本人の漂流民、大国や高太夫が帰国を願うため、エカテリーナ2世に越見した場所としても知られる。一般に夏の間過ごしたことから夏の宮殿とも呼ばれる。 名称として、東宮殿とタイになる、ペテルゴフ宮殿ラテン文字表記、レッドニー・ディー・ベラッツは、サンクト・ペテルブルク中心部から30キロメートル離れたペトロドボレツの100以上の噴水があることで、著名なペテルゴフに、ピョートル大帝時代に建設されたものであるが、東宮殿と同じく壮麗なロココ建築のエカテリーナ宮殿の完成以降、実質的に、本宮殿が夏の宮殿として用いられた。 現在は、両宮殿とその周辺は、世界遺産、サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群に登録されている。パノラマ。ありがとうございます。